テレ東ビズ。JR 旅客6社は20日、お盆期間の新幹線と在来線の指定席予約状況が19日の時点で84万席と発表しました。記録がある1995年以降、最も少なかった去年に比べ 10% 増えましたが、新型コロナウイルス流行前の2019年と比べると76% のマイナスになります。東京で8月22日まで緊急事態宣言の期間となることなどが影響しました。